さあ、何すると思う？なんか問題解くんですか？なんか解きますよ。何解くと思います？英検？あ、英検そうだ、受けなきゃいけないもんね。トイック。トイックも受けるんでしょ？ 8 月。ハローで、ということで、さあ、合宿にやってきましたけど、はい、はい、大阪でございます。藤川天さんにおいでいただきまして、今回、天さん、解く問題、はい、何だと思います？英検。英検。そして、トイックもね、来月受けますけど。はい、今月じゃないですか。あ、そうか、もう8月だ、今月ですけど、はい、じゃあ解くのはあなたが実際に解いた関西外国語大学の問題です。そう、あなたは聞いたんですか？あなたはそうだよ、何日程で受けたのって聞いたじゃん。だから後期ですね。そう、後期日程で、で別に短大の問題じゃないんだよね。はい、そうだから関西外国語大学自体の問題で、それで第2希望で短大を書いたわけね。あ、そうです。でそれで第1志望はダメだったけど第2志望で合格したということなんで、あでもなんか関西外国語大学をなんかこうバカにするコメントがいっぱい来て、はい、いやいやいや、いやバカにしてもらっちゃ困ります。バカ、いやいや、どの口が言ってんのよ。それで、で俺短大の問題も見たんですよ両方。はい、むずいよマジで。あのね、短大の問題ですら、いやいや全然普通にマーチとかの全然レベルいく英語はね、はい、で短大じゃない問題を受けたじゃないですか。あ、そうだから、はい、マジでむずいんですよ。あの普通に後期の、そう、後期の一般のやつを、あ、一番難しいんだ、はい、そうやったんだけど、はっきり言えば全然マーチ超えると思います。200点なんですね。でも 1.0 倍だから浮かれちゃうと思う。じゃあどうだったのか今やってもらいます。チャレンジしましょう。でも選択肢がむずいんだよ。さっさっさっと解いてください。はい、いやこれはもうあの関西外国語大を上げる企画です。上げる企画、上げる企画です。本当に難しいから。前にあの推薦の問題見せてくれたじゃん。いや、あれは編入試験の、あ、そうそう、編入の問題見せてくれたでしょ。同じレベルですよ。そんなことないですか。うん、同じだ。出題形式も似てたし、はい、リスニングあるしさ。で一応今回は語の言い換え問題っていうのがあるので、そこをちょっとさささっと解いてってもらいます。はい、むずいと思う。Great. This is a highly contagious disease that has no cure. はい、同じ意味になるのは、あ、同じ意味。これ難かった。さすがに言って、duplicate が起きます。むずい。あ、もうこれ置いといた？これ、今これです。あ、パッパッパッと選んできました。あ、はい。何問あるんですか？ 10 問ぐらいあったかな？あ、そんな。慶応小学部で問われた。スプリング。はい。じゃあ見ていきましょうか。いやまあね、むずいんですよ。でこれ今単語一個一個の問題でしょ。はい。で長文中のやつも見たんですけど、長文中の単語問題もむずいです。普通。はい、レベルの高い単語が1000引かれる。難易度的に。だから、英検11級レベルの単語が出てるって、まあ、早慶よりは簡単だったけど、はい、まあ、中より難しいなって思った。はい。ああ、そうだったんです。では、見ていきます。はい。最初ですね、highly contagious ですね。はい。contagious disease。contagious 知ってますか？知らないですね。そして、なんと言ったって、選択肢知ってるのありますか、これ。uncommon, benign, infectious, incessant なんて。知ってる人いないでしょ。答えは C です。正解です。なんでそう、感染するやつですね。contagious って、うつるやつなんで、infectious ですね。はい、まあ、infect とかね、infection, be infected with とかいろいろ重要ですね。benign, 良性のね、いい。似てるような綴りが。似てる綴りで選んじゃダメだよ。incessant と絶え間ないですね。seize しないってやつですね。はい。はい、知らないですね。次、duplicate ですね。duplicate document。で、答えは、correct。correct どういう意味選んですか？ correct。意味は？集める。集合。集める。それ、COLL の方ですね。ああ。直すですよ、それ。直す。はい、答えは、copy ですね。はい。duplicate ですね。複写するですね。dupl、ダブルです。これ、二つって。destroy は？破壊。これは、prepare。目的。準備。はいはいはい、準備するですね。はい。次、she was facing a difficult predicament. predicament? 苦境とか、こんな難しい。but she never abandoned her. まあこれ、優しめです。abandon 意味知ってました？はい、知りませんでしたね。
はい、アバンダンス、捨てるですね。捨てる。はい。だから、望みを捨てなかったって言ってるので、はい、捨てるに当たるのは、ゲイバップ A です。ちょっと C だけ、これ17丸しといて。ああ。はい。で、18なんでしたっけ ?18 は、コピーだから違う、間違ってる。だから、メイクアウト、まあ、入手で出るんだったら何かわかるし、リライオンはリライオン。うん。いいわ、リライ。頼るです。ね、ショーアップ知ってますか？ショーアップ。現れるです、ね。次、The city has decided to demolish the building. Demolish 知らないかな？Demolish。Demolish は知らないよね。取り壊すという意味ですので、pull down が正解ですね。C の。Renovate は新しくする、ノーブですね。また新しくする。Refurbish も同じような意味ですね。はい。改装するっていう時に使う。で、Modernize は現代化するですか？現代化する。はい。21番、The chief drawback to this proposal is its high cost ということで、これはね、はい、慶応の章で出てましたけど。どうぞ、バック。知らないですね。はい、何番選びました？そうか、さっきの問題、20番は B か。そうか、21は C を選びました。フィーチャーってどういう意味ですか？フィーチャーは夢？違うか。夢？特徴です。だから答えはディスアドバンテージですね。プロフィット利益、アピール魅力。アドバンテージ、はい、そう、ディスアドバンテージですね。アドバンテージの逆、平均違うか、アベレージやん。それアベレージ、そうそうそう。アドバンテージは利点でしょ。利点だから不利なところです、ディスアドバンテージ。次、 Most banks are willing to give loans to aspiring entrepreneurs。 これね、アスプリングって呼んでましたけど、アスパイアリングですはい、すいません。はい。で、22番はどれ選びました？で、 D。で、はい、immature ですね。マチュア、まだまだマチュア、成熟、熟していないって言いますかね。はい、だから、これしたら ambitious ですね。はい、これ、B が正解。やる気満々、絶望してる、望んでるです。で、23番、I advise you to abstain from making any political comment during interview ですね。これはまあ、トイックにも出ます。abstain from の言い換えですね。まあ、総計レベルですね。知らないよね。他の選択肢はわかんないね。A は avoid。avoid は何やったっけ。はい、consider はアドミットは時間平均。何時間平均。エンジョイは楽しい。楽しむですね。楽しむ、はい。アボイド避けるが正解です。アボイドはエンジン。はい。アブステインフロン。A ですね。A。はい。コンシダーは考慮する。アドミットは受け入れるわけですね。認める。で、エンジョイは楽しむですね。はい。次。No one can withstand such ill treatment ですね。そんなひどい扱いに誰も withstand は知らないよね。withstand。はい。え、でもその23当たったってこと？ A だから。正解してるよ。あ、そうなんですか。え、はい、なんか間違えてる。あ、もう A でしょ。っていうところ。で、ウェスタンドは我慢する。プットアップビズですね。はい、正解。知らないんだろうけど。ウェスタンド。ドゥアウェイウィズ廃止する。キャッチアップビズ追いつく。メイクアップフォー。埋め合わせです。はい。次、レコンサイルですね。こんなの知るわけないよね。知ってますか？レコンサイルですね。と B、Tense Relationship 違いますね、うん。はい、これは仲良くなるのです、また。ここはちょっと見せたくない。映んないよ、多分。映んないよ。そもそも。そういうこと、また仲良くなることなんで。Restore、戻ってくる Friendship とハーモニーがっていうので。C。次、26A、National Pride is at stake。at stake 難しい表現ですね。at risk of being lost 正解です。そう、危険なってやつですね。危険。リスクを。アットステイク。そう、だからアットステイク、リスクはアットを取るっていうのが大事です。デインジャーとかの場合は、インデインジャー、インになるよとかっていうのが、はい、問われたりして。次、around the clock。さあ、どうでしょう。クロック、時間。時間で。behind the schedule は遅れてるですよ、ね。だからずっとです。all day and all night。オンタイムしてますか？時間。時間ぴったりです、オンタイムは。で、最後、beating around the bush ですね。beat around the bush ですね。C を選んでます。avoiding talking about what is important。重要なものを避けるですね。important、重要。はい。合ってます。遠回りして話すことです。あ、はい、はい。それを遠回りして言うのを beat around the bush って言います。だから直に、ディレクトに喋らないっていうですね。まあ、これも問われる。はい。ということで、12問。12問中、5問正解です。結構な確率だな。ということで、運で受かったということです。はい。強運だったということで、はい。すごいね。よく当たったね。12分の5ってかなりの確率だぜ。100点満点中79しかなかった。え、200点満点中79、もうそれ、なんか開示したの？いや、もう、出るんですよ、コーヒー。うん。あ、200点中79。すげえじゃん。半分近く取ってるじゃん。
とてつもない強運の持ち主なんじゃない？そんなことないです。やばくね？そうなの？いや、だってめちゃくちゃむずいよ。どうやってやったの？いや、覚えてないです。だから、リスニングがでも、なんか聞き取れるか。取れた？すげえな。びっくりするわ。ということでございました。はい。あ、デンちゃんは。まあでも、倍率が低かったとはいえ、79取れてるってすごいあの問題で。はい、ぜひやってみてください、皆さん。どれだけ難しいかですね。もうだって、わざわざ Amazon で頼んでさ、それ、売ってないからさ、今のやつって。もう2年分しか入ってないからさ、今年のと去年のしか手に入らないから。24年と23年だと。だから中古で買うしかなくて、それで取り寄せて、なんか3000いくらみたいなんで、1ヶ月来なかったんだよ、結局。そう、だから、とっくにこの企画やるはずだったのに、来なかったんですよ。で、キャンセルして、次のやつは4500円。結構、4500円で、次の日に到着するっていうのにして、はい、手に入れました。あなたのためにたくさん動いてそうだった、なんかすいません。はい、関係もあったかもしれない。そうだよね、思った。あ、でもほら丸しちゃってるでしょ。あ、そうそう、だからということで良かったんじゃないかと思います。なるほど、すごい運の持ち主だったかもしれないですね。ということでした。はい、前回の共通テスト、前回の共通テスト、いや分かんないわ、あれ本当に事故さえあってかどうか俺はまだ信じてないから。あ、そうだな。ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。ヨガチン。なんか言わないね。